悪いスライムじゃないよ。お待たせー。待ちくたびれたでやんすよ。ったく、女は支度が遅いよな。爆炎の支配者か？それって50年くらい前活躍したっていうギルドの英雄よね。炎の精霊クリート、違いないでやす。シズさんは大切な英雄、爆炎の支配者。俺たちの仲間でやすよ。ほっとけないわ。奴らじゃないか。
私は静江、伊沢静江、お願いがあるんだけど。いいよ、何でも言ってくれ。私を食べて。私にかけられた呪い、食べてくれたみたいに嬉しく。この世界が嫌い、でも憎めない。だから、だからこの世界に取り込まれたくない。最後のお願い、私を君の中で眠らせてくれないかな。いいよ、約束しよう。リムルテンペストの名において、魔王レオン・クロムウェルにきっちりとあなたの思いをぶつけてやるよ。ユニークスキル捕食者を使用しますか？覚めることなく幸せな夢を見られるように。そっか、スライムさんは転生者なんだ。大変だったね。そうだ、面白いものを見せてやるよ。大賢者、思念伝達でシズさんに俺の記憶の一部を見せたい。リョウ、戦争が終わって平和になったよ。俺はこっちの世界でもみんなが平和に暮らせる街を作りたいと思っている。シズさん大丈夫かな。我が主、こうして何ということもない普通の人生を歩むはずだった。通り魔に刺されて死亡し、異世界に転生を果たした。シズさんと約束したからな。おお、俺がスライムに見えるのか。そうなんだけど。くらえ！
何これ、えげつない。これも使いどころを考えないとな。スライムに見えるのか。ま、個体名ランガからの思念伝達、静音から救援要請と推測。お前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか？黒幕から出向いてくれると好都合と。俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。同胞の無念、その億分の一でも貴様の首であがらってもらおう。邪悪なる豚どもの仲間め。その度胸に敬意を払い、挑発者を後悔するなよ。
に簡単に。ここら辺にしないか。そろそろ俺の言い分も。とぼけるな。あなた様の配下に加わらせていただきます。わしも猛録したものよ。頭を。化け物め。俺に炎を聞かないんだ。少しよく見ておけ。あの炎は周囲の魔素を利用した妖術ではありませぬ。純粋にあの者の力のみ。どうする？まだやるか？すさまじい。悲しいが我らでは貴様に投降を呼ばぬようだ。よしよしビビってるな。だが俺も力ある種族、オーガの次期統領として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の恨みを晴らさずして何が統領か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。まずいな、完全に裏目に出てしまった。お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。なぜだ。里を襲った奴と同じく仮面をつけた魔人ではないか。手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。少しは人の話を聞く気になったか。もうこれいらないよな。
なみにこの仮面はある人の形見だ。なんせスライムの姿じゃ味覚なかったからな。この世界に来てから初めて味わう食べ物の味、生きてるって素晴らしい。なるほどな、そりゃ悔しいわけだ。提案なんだけどさ、お前たち全員俺の部下になる気はあるか？少し考えさせてくれ。決めたのか？オーガの一族は戦闘種族だ。人に使い戦場をかけることに抵抗はない。主が強者ならなおのこと喜んで使える。契約は多くの主界を打ち滅ぼすまででいいか？その後は自由にしてもらって構わない。俺たちに協力して国を作るもよし、旅立つのもよしだ。昨夜の申し出受けたまわりました。あなた様の配下。お前たちを受け入れる。皆をここへ呼べ。異論などない。ありがたく頂戴する。ほらほら、仕返してこんか。
のトカゲに決定っす。今は進化して鬼人となり、頂戴した名のベニマルを名乗っています。鬼人とはオーガの中から稀に生まれる種族のことです。体は一回り小さくなったか。しかしリムル様、シュナです。お目覚めになられて本当によかった。シオンです。リムル様につけていただいた名前、とても気に。宗衛の名を賜りました。わかったな。オラはクロベエだ。構図を
私は頼られているのですね。Silhouette. I'm getting stronger step by step.